第43話「日攻めの刑」だいぶ劉備がブラックになってきましたね皇帝に兵を進めた劉備は当たるべからざる勢い立ち戻った死者の平定から劉備に講和の意志がないのを聞くとそ孫権はすっかりうろたえた側近に妙案はないかと聞く漢拓が従来後は軍事の体験を周遊から羅縮呂蒙と引き継がせてきました呂蒙は病没いたしましたが今陸村がおります。 この国家の忠責ともなる人物を登用されないでなんとされます長生雇用保室らの老人がリクソンは諸生で軍事を知らず年も若すぎ体験を,を委ねても諸将が勝服しまいと反対する監督は大声でリクソンの登用を主張してやまない孫権はやっと決断したリクソンは学者で劉備の敵ではございませぬ それがし一族全部の命を懸けても必ず受け合いまする孫権は時に慶州の軍中にいたリクソンを呼び出すと当後の司令,者司令官として劉備を討てと命ずるリクソンは当後の文部百官は皆不大の方々若輩無能のそれがしにはお受けできませぬと辞退した孫権は改めてリクソンを総司令官に据えたリクソンはなお命令に服さぬもののある時はいかがいたしましょうや孫権は自分の権をリクソンにいて にリクソンに手渡した。ふくさずんば、この剣で切って捨ていだがリクソンは剣を廃料しようとはせず、明日新海一堂を前に下げ渡すよう頼んだ。観拓が、いにしえのよ、将軍に命を授けるときは団を築き、百官の前で官員と割符を賜り、威厳を添えました。これに習えば一堂おのずから納得いたしましょう。はい、ニッタさん、こんにちは。 尊賢は儀式の団を失来させるとリクソンを壇上に残せ、総司令官に据えて六軍八十一州の軍事権を与えた。さらに尊賢はリクソンに古式通り、国内の政治はわしが見る。国外、軍事のことは措置に全権を委ねる。と告げた。リクソンは命令を受けて団を降りると、女性と帝宝を護衛とし、即日出陣する傍ら兵馬を調達して水陸両道から進ませた。 次第を書いた文書が次第を書い,書いた文書が皇帝に届くと関東と秀太は仰天したお上は何でまたあんな若造に軍事を任されたのかリクソンは皇帝に着くと幕舎で軍議を開く秀太関東をはじめ諸将は皆侮っていたがしぶしぶ祝いを述べに出向いたいずれの者も必ず軍法に従ってもらいますぞ。集大が 今孫漢殿は医療の長中に取り込められ兵糧もつき援軍もないありさま早々に救われたいリクソンが孫漢殿は部下に振幅されておる助けずとも敵の本体を破ればおのずと囲みも解けよう諸将は密かに嘲笑いつつ退出した関東があんな若造を総大将にするとは当後も運の尽きじゃ秀太も試しに通ってみたが何の策もないそのくせ敵を破るなどと大口を叩きけって。 リクソンは諸将に各要所を固めさせ出撃することはならぬとふれした諸将たちは署長たち置いといてえ臆病者よとあざけってなかなかに命令に従おうとはしないアクるヒー・リクソンは本営に再び署長を集めた剣士を命じてあるのに貴公らはなぜ背く関東が、 我ら面々、百戦の古ツはもの命などおござらぬただ劉備と勝敗を決する覚悟いかなるわけで出撃を禁ぜられるか関東の訴えにバッカの諸将は口々に「そうじゃその通りよ」と出撃を迫る「存分の戦が死とござる」ニクソンは剣を抜き放つと声を荒げ「この度は総大将に任ぜられたは女将が我れに重責を果たす力がある」と認められたがため 署方はただは切るは不調部長を退出したさて劉備は東郷がリクソンを総司令官に任命したと聞くと馬領にいかなる人物かと尋ねた馬領がリクソンは弱敗ではありますが知略の深さでは周囲に引けを取りませぬ馬領はさらに詐欺に警視を奪う策を両網に授けたのはリクソンでありくれぐれも用心が必要と述べる劉備が、 けりにしてくれる。あの小アッパが我が義弟たちを殺したのだと各帝劉備は自ら全軍を率いると後の各地の妖怪目指して攻め寄せたリクソンと関東が馬を並べて見下ろすと三夜は食の兵で渦巻き中に見え隠れする木の絹は劉備。関東が出撃して生け捕りにしたいと求めるリクソンが。 食の軍勢は息盛んである軽々しゅう戦うべきでない関東は不服ながら従う劉備はいずれ厚さに負けて兵を三,三輪に移そうそこがつけ目じゃ劉備は兵に砦の前で散々に罵らせるだがリクソンは出撃を許さないリクソンはさらに各要害の陣地を巡視すると少子をねぎらいしっかりと守って出撃してはならぬと命じた 劉備は「五軍がが、戦いいいに応じないので焦っていた。劉備が敵が戦おうとしないのは謀略があるからでくれぐれも御用心が必要じゃ」というが劉備は「何を臆病な」と見くびった時に先方の風習が暑さと水汲みの不便を訴えた劉備は一行の後夏の間は陣営を森の木陰で水に便利なところに移し秋を待って兵を進めようと指令した馬領は劉備に「陣を移す隙に五軍に襲撃されぬよう」 警告する。劉備はご飯に1万の老兵を率いて敵を誘わせわしが8,000の精兵を率いて山間いに服せれば万に一つの失敗もあるまい。リクソンは必ず出撃してこよう。ご飯が逃げてキャツが追いかけるところを一挙に虜にしてくれよう。はいお茶ありがとうございます。風習は命令を受けると40の陣営すべてを子たちの茂った辺りに移し始めた。馬は不安でたまらず劉備に、 今、上昇は漢中,中を巡殺されておいでです。なぜ新人地の絵像を作り、上昇にご相談なされませぬ劉備は、わしとて兵法は心得ておる。なんでその必要があろうか馬良はなおも、陛下、自信過剰はなりませぬ。どうか上昇にお諮りください。うーん、では、そっちが絵像を持って上昇に相談に行き、不都合があれば即刻知らせに戻れ。馬領は全の、 絵図を作ると、職に出向いて孔明に示した。孔明は見るなり思わず机を叩いて埋めいた「誰が指図したのじゃまずそやつを打ち首にせえ」あ「ああ陛下ご自身で」「孔明が森の茂みに陣を結ぶのは兵法で最も危険とするところひぜみにされれば逃れようがないリクソンはこの機会を待っていたのじゃ速やかに帰って陣地を移させよ」 後に敗れ陸尊は「義を恐れて深追いはすまい万一の時は白帝城へ」。馬良は皇帝に帰ると孔明の意見を伝えたが劉備は信用せず陸ンを臆病者とみなし遠からず統合を攻め滅ぼしてやるという馬良はため息をついて引き下がった。あ,あそっかこの時に一応あの間に合ったんですね孔明の伝令は。 さて、関東と周隊は劉備が陣地を移し始めたのを知ると早速リクソンに知らせる「リクソンは閉めたとばかり自ら兵を率いて様子を探りに出た平地にとどまっている職軍は一万ほどの老兵に過ぎない周隊が出撃を求めるがリクソンは断じて許さないかような兵で戦おうとは子供だまし観将軍と挟み撃ちにしてくれよリクソンはややしばし見守っていたが鞭を取って山あいを指さし周隊にも見よと言う」 あれにきっと副兵を設けておる。ご飯に誘い出させる劉備の魂胆じゃ。貴公ら、企みに乗せられてはならぬ。ご飯は兵を率いて砦に押しかけると、ののしってやまない女性と帝邦がリクソンに、侮るにも程がある。我らに一戦を許されたい。リクソンが、劉備の誘いの刑じゃ。三日の後には明らかになろう。三日たち、移動が終わった時は、 手をふふ、フ <laughs> 頑張れ私、えー、ちゃうちゃうちゃうえー、とこれ違う人ですね女性と帝邦ですね3日たち移動が終わった時は手をくれじゃうん逆に移動の終えるのを待つのじゃ3日たちリクソンが諸将と妖怪へ来てみるとご飯の兵は影もなく劉備の精兵が山合いから出てくるところを一同初めてうなずいた見よ劉備軍の副兵じゃ 先に出撃を許さなかったたののはこのためじゃ。劉備は陸戦がままならぬと知ると全水軍を上げて下流に下り深く後の国境を犯すと長江沿いに陣を敷こうとした高賢が「水軍は下るは安いが引くは容易ではないそれがし戦空を務めますれば陛下は後方よりごゆるりと」と勇める。劉備が「このやつらは肝を冷やしておるというのにチョークして何の触りがあろうか」。 百一同しきりにいめるが聞き入れない劉備は軍を二手に分け高見には長江の北岸の兵を率いて魏に備えさせ自らは南岸の兵を率い長江を挟んで陣を結ぶ陣営は六七百里にも渡り国境に深く食い込んだ退陣のまま時がたち戦いに応じない敵を前にして食軍は次第に気が緩み出したある日陸村は全部将を集めるとそれがし訓明を設けてより一度も 合戦に及ばなんだが、今は敵の様子もよう分かったレと南岸の敵を撃つ者はおらぬか言葉も終わらぬうち関東集大両党らの大将が「おう」と進み出る「我らに下地を。うんおのおのは待たれよ」ニクソンは末席の将「純うたに5,000の兵馬を率いて南岸の第4鋭を奪うことをらに大将女性と帝邦にはそれぞれ3,000を率いて 後より続き、純ウタンが敗れた時は助けようただし深追いは無用と命じたその日の深夜純ウタンは兵を率いて食の陣営に迫った突撃を待っていた食の大将ふと槍をしごいて純ウタンに打ちかかる純ウタンは必ずと馬を馳せて逃げ出すにわかに時の声が上がって食の大将長勇が突撃してくる純ウタンは背に矢を受け結露を開いて落ち延びた 植軍が追撃しようとするところに女性と帝邦が立ちはだかり追い払って純タンを救い出す純タンは帰陣するとリクソンに詫びたリクソンが「気候の落ち度ではない様子を探りたかったのじゃ数日のうちには諸を打ち破れるぞ」女性と帝邦は「植軍のあの勢いではなかなか破れまい」と心配するリクソンはカラカラと笑い「我が計略を見破る者は孔明のみじゃ」だが幸いに居合わせぬ。 我に対抗を上げさせる天の好奇じゃ <laughs> リクソンは諸将を集めまず修繕に水路より兵を進め船には茅を満載せよと命ずる次いで関東は北岸を周泰は南岸を攻め人ごと事に硫黄と炎症を包み込んだ茅束を持たせ敵陣をついたら風上から火を放てただし40の陣営を一を沖に焼けと命ずる。 兵には干し草を持たせよっぴて追い詰めれば劉備を生け捕れよう一方劉備は五の兵が山沿いに東に向かったとの知らせを聞くとおとりの軍兵よとばかり各軍を足止めさせ傍ら漢口と長宝にそれぞれ500機を率いて巡視させた。 黄昏になり、観光は遥か北岸の陣営から火の手が上がるのを見ると急ぎ劉備に知らせた。劉備は観光を北岸に長方を南岸にやって確かめさせる。暮れなずんだ頃、突然東南の風が吹き、劉備の本陣の左の一鋭から大火が起こった。劉備が消し止めさせようとした時、右からも火の手が上がり、風に乗って火星は募り、木々も焼き尽くす。植の兵は散り散りに逃げまどって互いに踏み殺す。五軍が後ろから追撃する。 劉備は慌てて風習の陣営に逃げ込もうとするだがそこも火の海で長江の両岸は白日のごとく照り生えている劉備は馬を飛ばして西に向かう後ろからは女性が追撃し前には帝邦が立ちはだかる劉備は身体極まり天を仰いだ突如時の声が上がり長方が兵を率いて突進し劉備を救う。 折塔が廃山軍を率いて到着し共に囲みを破り劉備を守って逃げるが五軍も追撃の手を緩めない劉備と長方不動はやっとバーン山に逃げ上った陸遜の本体が到着しひしひしと取り囲んだ長方と不動は登り口を死守する劉備が見渡せば至る所火の手が天を焦がし職の陣営は焼き尽くされて長江は兵の屍で埋まっている。 あくる日五軍は又山に火を放つ三条の食の兵は逃げ惑う劉備が切羽詰まっているところに火をかいくぐって登ってくる大将はと見れば観光である観光が四方から火が迫っております猶予なりませぬひとまずは白手城に落ちられ再起を図るべきでございます。 キクレ町観光が先駆けに趙胞中軍ふ頭をしんがりに据えると劉備を守って麓に攻め下った後の大将たちは劉備を認めると手柄を立てんと大軍を率いて我先に追撃する劉備は急ぎ兵士たちに鎧とひと滴れを脱がせ道で焼いて追っ手を阻む逃げ延びようとするところに後の大将主前が岸辺より殺到して行く手を阻む劉備は顔色を失って立ちつくんだ。 観光と情報が馬を飛ばして追撃するが乱射に追い,追い払われ焼き酢を負うまた突如歓声が上がり陸ンが大軍を率いて山あいから殺到してくるあわやという時急に五の兵がチりチりに逃げ出した戦闘に立つ大将は右に左に蹴散らしまるで無人の京を行くがごとくである劉備が見るとこれぞ長運困った時は長運甲州に駐屯していたが孔明の命令で救援に来たのである 突撃する長雲が自然に出会うと、渡り合う間もなく一槍に突き倒し、敵を蹴散らして劉備を救い出す。リクソンは長雲が助けに来たと聞くと、急いで軍を引かせた。劉備は長雲に、「わしは助かったが、他のものはどうしておるか。」長雲が、「敵は迫ってきており、猶予がなりませぬ。陛下はひとまず白帝城に落ち着かれません。それがし、諸将を救いに参りましょう。」劉備はわずか百人余りを率いて白帝城に向かった。 長雲は街道をを医療を目指して駆けてけく。時にご藩長男風習は医療を好意していたが前線の味方が大敗したと聞き慌てて撤退する途中行く手から五軍が殺到し、孫尊官は医療の城を撃って出る挟み撃ちにされ長男と風習が乱軍のうちに戦死したご藩は,は囲みを抜け出たところ幸いにも長雲と出会い白手城に向かった さしんがりを務めていたふ頭は敵に八方から取り囲まれた帝鳳が叫ぶ「将軍は全て降伏し劉備は生け捕られたぞもはや貴様一人とっとと降伏せぬか」布はと罵ると槍をしごき馬を踊らせ兵を率いて最後の力を振り絞って戦う。 奉納は 100, 100回余りも渡り合い中央に突進するが負手で多い逃れるすべもなく口から数度鮮血を吐くと乱軍のうちに戦死したおめろちゃんこんにちは <coughs> リクソンは機関まで追撃するとやっと兵を引き上げた諸将は劉備は敗れて追い詰められておる今こそ絶好の機会なのになぜ引き上げられると迫るリクソンが義の総費はなかなかの悪知恵者 用心せねばならぬ。深追いすれば宗妃は必ず我が背後を襲うであろうさすれば帰ることも危うい五軍が撤退して二日もたたぬうち三方,から陸村に三方から陸村に急報が届いたやっぱりこういうのってこう引き際っていうのが一番肝心ですね。義の宗人は呪州より宗急は道光より宗親は南軍より繰り出し三手の全兵馬は数十万で出兵の目的が分からぬとのこと。 リクソンは暴ろうて <laughs> 思うていた通りよ備えはさせてあるこの時劉備に従っていた番をシャ・マカは」はんかこれいつもドラマで「シャ・マカ」って言うんですね「<laughs> シャ・マカ」でいいんじゃないと思うんですけどいつもこれね「SMK」って言ってるんですけど置いといて「えー、シャ・マカは」は五の集大に打たれあまたの武器兵糧が打ち捨てられ五に下った将兵も数知れず諸の板ではたとえようもありません哀れなことに 後に帰っていた孫夫人は劉備が戦死したとの噂を信じ、長江のほとりまで車を走らせると涙に暮れて西方を望み、流れに身を投じました。人々は憐れみ、岸辺に狂騎師という社を建てまくったという立てて祀ったということです。劉備は白帝城にとどまると手ひどい失敗を振り返り、開口に暮れて長雲に言う。上昇の意見を聞かなんだばかりにこのざまじゃ。 どの面下げて生徒に戻れようぞ。あくる日謹慎が「後賢が北岸の兵を率いて義に下りました陛下国元の家族をご処罰されまするよと掃除した劉備が「後賢は五軍に退路を断たれやむなく下ったものじゃ何で家族を罪に落とせようか」。 劉備は大敗の痛手から病にかかりかつは関封長妃の不幸な死を悼んで病性は募る一方であるそこで生徒に使いをやり上将の孔明と小書霊の李玄を呼んだ孔明は大使の劉禅を生徒にとどめ李禅と劉備の自死の劉英三子の劉理を伴い白帝城にやってきたあれ劉禅って来ないんでしたっけ リアマン安い劉備にまみえると慌てて平腹する劉備は孔明を病床の脇に腰掛けさせると手を取りわしは上昇に出会うたおかげで定位にもつくことができたこたびは意見も聞かずこのありさまじゃ悔やんでも取り返しがつかぬもはや淡石の命故えに大事を託したかったのじゃと涙を流す。 はい、もう終盤ですね。はい、ただ、あのこれはですね。おそらく120回本をあのうまくダイジェストにしてるので、孔明が死ぬ。ところでラストではないはずです。はい、続き行きます。劉備は馬良の弟馬謖が控えているのを見ると、手を振って下がらせ、孔明に聞いた。上昇はあれの才能をどう見ておられる。孔明は東大の英才の一人と答える。劉備は頭を振って。 馬はは言葉ほどの才能はない。住人を与えてはならぬ心されよ」と言うと筆を取って衣装をしたためた劉備は文官武官一同を召し寄せると衣装を孔明に下げ渡し探索した「わしはそちらと国賊宗氏を滅ぼし官室を最高せんと思うておったが志半ばで別れねばならぬ上将からこれを大使に示し よよくよくくし聞かせてくれい。孔明らは泣き伏した劉備は近似に孔明を助け起こさせると涙をため死ぬ前にソチと服臓のない話がしたい劉備がソチの才能は総備に中倍する必ずや天賀を休んずることができようもし我が大使が助けるに値するなら補佐してやってくれいまたその才がないなら 措置ががかわってとを継いでくくれ。きう劉備は文武官それぞれに遺言すると趙雲に「そちとは今まで観南を共にしてきたがここで長野別れになろうとは大使を頼みおくぞ」。 長雲もまた涙に濡れ,くれて異名を受けた。まもなく劉備は息絶えた。職の勝負三年、義の高所四年、西暦二百二十三年、四月のことである。孔明は質疑に収めると文部,文部官一同と霊宮を守って生徒に帰った。孔明は遺書を読み上げると百官を率いて劉禅を定位につけた。 竜禅は孔明を武教皇に報じ益州の長官とし進海一同それぞれに昇進と恩賞の沙汰があった。